いた猫ちゃん、ホモハマイのガリゴール、オカミのチェイン、猫パンチ。この物語に意味なんてないのさ。何もわからない日常だっていいじゃないか。それが超いいぞ、ちゃんちゃん、そのまま、そのままの調子でいいぞ、いいタイムだ。さすが得意なコース、いけ、ちゃんちゃん。うわ、すごい砂ぼこりで、ちゃんちゃん見えない。あ、ちゃんちゃん、なんでよりによって土のコースが得意なんだよ。ファイファイ。まんこの場所がいいんだもん。この上がいいんだもん。バコリの手を乗せるのがいいんだもん。ずっとこの上に乗るのがいいんだもん。絶対に降りないんだもん。ここに置くのが悪いんだもん。うわぁ、モンモンカリンちゃんだ。こうなったら最後だよね。あのお洋服が毛まみれだ。まあ仕方ない、スタッフさんが脱ぎ捨てたんだ。もう、あ、やばい、モンモンカリンちゃんが、映っちゃったよね。チャイの魅力的なお尻だけを見てほしいんだもん。あ、真似された。あ、雨上がっててよかった。ほんともう今日来てよかった。最近忙しいから今日どうしようかなと思ってたのよ。そんな時ほどカリンちゃんが行ってこいって言うもんだから来たらね。久しぶりにみんなと飲めてほんと楽しかったよね。ねえねえねえ、次いつやる？これもう毎月やろう。オッケー、じゃあスケジュール分かったらすぐ連絡してほしいよね。じゃあお迎え来たからまたね。みんなバイバイ。バイ。車で移動中に交差点に猫ちゃんがいる時あるじゃない。その時猫ちゃんの手を見て、左折手信号、左折手信号、まっすぐな手を左にグリッとやって、左折手信号。後ろ向かないでカリン警部。後ろに犯人らしき人がいるから恋人のふりをして。今日もなんて可愛いんだ。耳の匂いを嗅いで。生臭。ウケるよね。ちゃんちゃんやられた。あ、犯人がこっちを見てる。デブ猫でか。はい。あ、セクシーでか。見ない方がいいよ。そう言われると逆に見たいのよ。わかるけど。あ、こっちに来る。自然にしてて。オッケー。はい、甘栗焼きたて美味しいよ。一粒食べたらあれ不思議。袋の中全部なくなってる。あー、いった。いや、袋の中全部なくなってるってさ、ちゃんちゃん食べ過ぎなんだよ。だからデブなんじゃない。はぁ、こら。やばい、ちゃんちゃん怒った。だー、うわー、ごめんだよ。
これはいい枕だ。そうそう、猫ちゃんの頭の高さに合わせたちょうどいい枕って。おい、そこはシンプルになんでやねんじゃない。なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん。よくできたじゃん。まあね、しっかりやればできるんだよ。なことはない。怖かったよね。タモさん、皆さん聞こえますか。実はこの中にチャイがいます。みんなどこかわかるかな。みんなが少しでもわかりやすくなるためにチャイ踊ってます。すごい眺めがいいです。正解はファーイ。もう一回もう一回。ふぅ、分かった、フルーツサンド。ベベ、何食べてきたの。ニンニクラーメン。もっと書いてください。やだよね、もう。めっちゃウケる。気持ち悪い。食欲減退。それはないけどね。どうだった、てんてん、どうだった。ニンニクラーメン美味しかった。あそこの美味しいよね。ふぅ、どう、匂う。ちぇちぇん、カニも食べてるから分かんないんだよ。なんだ。あー、それにしてももうお腹いっぱい。野菜マシマシにしたの。全部マシマシにしたのよ。マジで。このままだと地球が大変なことになってしまう。モビルスーツに乗らなきゃ。よし、乗ったぞ。出動はしない。まだお借りに燃える。砥石があるなんだ、巨大な敵を撃て。モビルスーツの先っちょが刺さってる。まだお借りに燃える。砥石があるなんだ、巨大な敵を撃てよ撃てよ撃てよ。横顔。まだお借りに燃える。砥石が。スタッフさんとイチャイチャしようと思っていたら、なんだか彼のことを乱れてるような気がする。気づかれてしまっては仕方ありません。私はカリンちゃんの背後霊です。嘘だよ、絶対だって背後霊なのに前にいるもん。モンマモンマ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 ン、あそれモンマモンマ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 ン。そんなの聞いたことないんだよ。あるある、騙されちゃいけないんだよ。ないない、毛づくろいのその余裕やめてよ。ファイファイ、そんなの聞いたことないんだよ。大丈夫、ご不安にさせてしまい申し訳ありません。正式には正面霊です。嘘だよ、絶対だって正面にいたら邪魔になるもん。正面霊が見えちゃったら、あ、それ視界の邪魔で事故っちゃう。大丈夫だよね、カリンちゃん。事故りそうになったらその寸前で消えるから。事故る寸前で困るもん。モンマモン